おはようございます。速稼塾の久保です。今回は安倍理恵さんからね、海老名の安倍さんから理恵さんから、N 国党についてどう思われますかというねコメントいただいたんで、ちょっとお答えしていこうかと思います。まず私がですね、一番多く1日のうちに時間を費やしているのが YouTube なんですよね。私の大部分の YouTube への時間の費やし方は発信なんですけども、9割発信、1割受信ぐらいですよね。で、その中でもこれ見てください。私のサムネイルがたくさん出てますよね。私の検索とかログに合わせてこういうのが出てくるわけなんですけども、これ見てどうですかね。まず一番上なんですけども、左の方に私のね、欲しがっているカメラがありますね。これ近々買おうかと思います。インスタ3605ってやつですね。で、一番右側には、ほら、ミスターマイアミさん出てますよね。私が検索したカメラバッグとか、ジェット大輔さんのカメラバッグとかこれ出てますけども、戦争関係も私ね、毎日見てるんですよ。ドキュメント太平洋戦争とかね。で、ちょっと下に行くと、和也さんがいらっしゃったり、田中さんがいらっしゃったり、有名 YouTuber さんがここにドーンといて、で、吉谷さんっていうね、有名じゃない YouTuber さんがいらっしゃって、で、山本太郎さんが出てますよね。令和新選組の山本太郎さんの演説もものすごくね、上手で、しかもね、力強くって、私、この喋り方ね、すごく好きなんですよね。思想も私、結構ね、好きなところがあるんですよ、山本太郎さん。最初はね、変な人だと思ってたんですけども、やっぱりこれだけ熱量を持って発信できるってことは、心の中にね、内側から出るものがあるなと。ちょっとやそっとじゃ続かないし、欲望では続かないですよね。なんかの策略では続かないと思います。で、この横にですね、立花隆さんを中心として情報発信をされているコーチの、これもね、まあ、勝山さんというね、数学者の方なのかな。これ結構ね、見解が本当、私素晴らしいなと思って、拝聴してるんですけどもね、すごい人ですね、この人も。で、ビーバップハイスクールのビデオがいっぱい並んでますけども、これは私が、その、YouTube でね、どんな動画を見てるかに合わせて広告が出るんですよ。ね、300円300円で書いてますけども、ビーバップハイスクールは最近毎日見てますね。プラス男はつらいは絶対見てますねということで、なかなか立花隆さんに行かないんですけども、もうちょっと下に行きますとこのようにね、また出てきますね。あ、山根さんがありますね。山根さんはい、アーミーナイフはい、私が何を見てるかっていうのはよくわかると思うんですよ。で、ダンスもね、ちょっと見てますね。これ素敵ですよね、こういうダンスもね。なんかこう気持ちがね、上がると言いますかね、ワクワクしますね。で、増田内閣の増さんとかね、田中さんとかいます。さあ、 N 国党なかなか出てこないですよね。こっちの方ですかね。もうちょっと下行きましょうか。 N 国党関連で、上杉隆さん、幹事長の上杉隆さんと N 国党に公認された、このどなたか分かんないですけど、見たことがないですけど、この方が出てると。なかなか本気本元が出ないんですけども、これですね。今左の方に N 国党の立花隆さんが、もうね、数年前、2011年なんで、8年ぐらい前にアップロードされたのを再度アップロードしている立花隆バックアップチャンネルというのがありますね。こちらは私最近見始めたんですけども、いや、この頃からね、ものすごく伏線を張ってます。現在に対してです。5年後10年後に伏線を張った動画の配信をしてる。これかなりね、頭のいい方ですよね、やっぱりね。この頃がだから私と同い年ぐらいなんですけども、もう私とは比べ物にならないぐらい情報発信の質が良くって、ご自身で取材されていてですね、で、やっぱり裏打ちに自分の仮説も盛り込んでいて、しかもその仮説がやっぱりね、合ってるんですよ。すごい方だと思いますよ、頭脳明晰で。で、バカみたいなことをやったりとか、バカにされるようなことをわざとやったりね、それで人目を引くのもうまいんですよ。最初これができないんですよ。最初は誠実にやっちゃうんですよ、みんな。だから影響力がなくて疲れて疲弊しちゃうんですよね。だからといってめちゃくちゃやればいいってもんではないんですよ。そのさじ加減が難しいんですよ。最近はね、この立花隆さんの政党に入った増田内閣の増田さんという方がね、ちょっとN 国党離れられたっていう動画を今朝見たんですけども、要するにね、人を叩いたり人から叩かれたりするのに耐え続けられる精神力っていうのはなかなか持ってないんですよ。有名 YouTuber でも持ってないんですよ。だから戦うのは非常に心が疲弊しますし、ある意味ずぶとくなくてないといけないし、鈍感でないといけないですね。自分の苦痛に鈍感で。はい、最近の立花隆さんの動画出てますね。じゃあどうしましょうかね。立花さんのことそろそろ喋っていきましょうか。まあちょっと喋ったような感じですけども、まあ、私が立花さんに感じているのは、まあ、実直で誠実で、私利私欲のない方だなと思います。これある意味ね、橋下徹さんとか以上のエネルギー持ってますし、それから太田光さん以上のエネルギー持ってますし、で、メンタリストの大吾さんっていうのがね、かなり
評価されていると、この立花隆さん、いや私も同じように思いますし、人の心が読める人がもうね、全てを語っているって感じで、何もかもね立花隆さんは隙がないんですよ、政治家になるのはちょっともったいないぐらいですよね。政治家とかやってる場合じゃないですね、この方が。だから早く目的を達成して、もうやめていただきたいなと思います。で、立花さんが本当に、ね、ずっと政治家をされる意思があるんだったら、この方がね、やっぱり総理になってもいいぐらいですよね。でも多分立花隆さんはそこまでね、公共の福祉のためにっていうよりも自分の幸せのためにをどっかで追求すると思うんですよ。やっぱり人生っていうのは時間がそんな長くないですから。で、かなりねもう重要なことを言ってらっしゃって、権力は持ち続けると腐敗するってことなんですよ。だから権力を持ったらある程度の任期を持って、目的を達成したら辞めるっていうね、この方針も最高なんですよ。ヒットアンダーウェイと言いますか、目的を達成したらやっぱり退場していくっていうのが名将、優れた将軍としての力量ですからね。で、目的を達成した後にその達成したことの恩恵とか敬意にあぐらをかいて権力を私物化すると、これは腐っていくんですよ。で、そうではなくって、もうどん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 ね、例えば NHK スクランブル放送を実現したらやめて、それから N 国党は政党名を変えてですね、今度はなんか検察をぶち壊すみたいな会にして、検察をぶち壊したい代表格としては堀江貴美さんですよね。この方が党首になったりとかする道もあると思うんですよ。で、NHK をぶっ壊すに関しましては、多分ね、堀江さんとか大吾さんとかがそこまで興味を示さないんですよ。大吾さんも言ってますけども、NHK が有料化だろうが無料化だろうが、私にはメリットがないと。そんなことに関わっているよりも、自分の周りの人を幸せにすることにエネルギー割きたいって言ってますんで、だからね、大吾さんも今のままだったら深くは参加してこないと言うんですよね。で、そこでですね、ここまで N 国党の立花隆さんのことを話しましたけども、今度私の考えをここに重ね合わせてみましょう。それはですね、権力を持った人、既得権益を持った人、それからお金をたくさん持った人、この人たちは協力し合うこと、そして行動力、これが優れてるんですよ。お金を持った人同士、権力を持った人同士で協力して、そしてお金を惜しげもなく使って自分たちの思った通りに方向を定めていくところがすごいんですよね。でも我々力のないものはどうでしょうか。お金もなくって権力を持ってない人、これはどういう現象かっていうと、協力し合うことがものすごくね苦手なんですよ。で、力のない人同士で足を引っ張り合うことを一生懸命やってるんですよ。お金のない人同士で一生懸命足を引っ張り合ってるんですよ。で、団結しない、行動力ないと。勝てる要素ないですよね。権力がある人が団結して行動が早いのに、権力がない人が団結もしないし、もうね、行動力もないと。だからここをね、立花隆さん見てるとすごく思うのは、この方はね、高卒で単なる NHK の職員からここまで上がってきてるんですよね。 YouTube 一本の力で、すごい方だなと、すごい突破力だなと思います。しかも8年以上この問題に本当にね追求していらっしゃってて、エネルギーが尽きないんですよ。大抵の方は不満がずっと続いても、もうその不満に慣れて諦めますよね。でもこの一つの問題が、実はですね、世の中すべてを、正しく見るというかですね、大きく動かしていくってことに気づいてらっしゃる稀有な方だと思うんですよ。本当に、ね、自分の矛盾をとことんとね追求していく、そのエネルギーで地球上のすべての問題が片付くってことをね、ご存知だと思うんですよね。まずは最初の1個から問題を片付けて、そして2個目3個目っていうのが簡単な言い方ですけども、多くの方は最初の1個の問題が解決できないから、無数に積み上がる問題が全部解決できなくなるんですよ。どんな大きな問題も1個ずつしかできないですからね。1個ずつなんで、目の前のスクランブル化 NHK の問題っていうのから取り組んでいる、その立花隆さんの姿勢はまさに一点突破の代表、そして凡事徹底力もどんなねインフルエンサーよりも強いんではないかなと思います。私が YouTube1 万本撮ったって言ってもね、この立花さんには数でも質でもかなわないですよ。もっともっとやってますから。いや、すごいですよ。だからこれぐらいやらないと何も動かないってことですし、ここまでやらないんだったらもうね、今目の前にある現実を全て受け入れるっていう覚悟をしなければ、敗北宣言しなければならないってことをね、私たちに示してくださってるんではないかなと思います。はい、私もこれからもね、この凡事徹底力を生かして、そして N 国党がね、もしね私を必要としてるんだったらすぐにでも行きたいと思います。どうですかね、情報販売、情報発信者、インフルエンサーから N 国党みたいなね、MLM のプロからN 国党とかね、いろんな切り口ありますけどもこういうね、速稼塾の久保が N 国党から出馬とか言って、なんかすごくブラックなイメージっていうかね、グレーなイメージで面白いんじゃないかなと思いますけどもね、皆さんはどうお感じになったでしょうか。それでは失礼します。ありがとうございます。